ウーロン茶で、あと生大きいやつで、かしこまりました、はい、お名前は何でしたっけ？あ、グミです。グミさん、おいくつなんですか？27です。何されてるんですか？データ分析の仕事してます。データ分析？ページとかに出てくるポスデータを分析してます。あ、ポスデータねそれ分析することによってお客さんの層とか何売れてるかみたいなデータをやって仕入れみたいなのを変えていくみたいなことですか？そうです。あ、ですよね、はい、データ分析、それはずっと続けられてるんですか？前は別のお仕事をしていて、エンジニアみたいなことやったんですけど。どういう感じの？まあ、B2B で、B2B で、なるほど、はいはいはい、会社さんにウェブサーバーを流ししたりみたいなところで、サーバーの監視とか。なるほどなるほど、それを B2B でやられてたんですね。B2B でやってます。あ、そうなんですね。だからこれ C2C ですもんね。そうですね、これは、はい、なるほどなるほど。地鶏の白だし鍋です。うわ、美味しそうね。これ悪どうします？取りますか？あ、でもあれらしいですよ、最近は悪取らへんみたいな。あ、そうなんですか？ちょっとトレンドというか。あ、そうなんですか？そうなんです。いい鶏の出汁がすごい出てて、取ってしまうとその旨味も取っちゃうみたいな感じなんで、取らんときますか今回ちょっと、はい、取らないの食べたことないですよね、あんまり。ないです。あ、じゃあちょっとぜひ、はい、はい、うわすごいで、ほら、どうぞどうぞ。ありがとうございます。恐縮ですっていいですね。梨本さんからしか聞いたことないんで。いただきます。うん、ベリーウマーバー。これベリーウマーバーベリーウマーバーっすね。ベリーウマーバーですね。まだ食べてないです。バレちゃった。ベリー高田のウマーバーですね。知らないです。高田のウマーバー。高田のババとウマ。趣味なんなんですか？映画見たり。どんな映画見るんですか？洋画とかがよく見ますね。見られますか？単館上映の映画とか多いですね。何ですか？ポレポレ東中野とか。ああ、そうなんですか。そういったところで。でも洋画もちょこちょこ。例えばシェフ三つ星フードトラック始めました。ああ、あれ見ました。私も見ました。見ました。最高ですよね。最高ですよね。です。出た。ほんまにいい映画ですよね。あんまでもこんな知られてなくないですか？あ、そうですね。たまにしかあんまり話し合わないかも。そうですよね、はい、うわすげえ嬉しいな。めっちゃいいですね。ちょっと気合いますね。気合いますね。ほんまに。恋愛の悩みみたいな相談内容っていうのはどんな感じなんですか？最近なんか恋愛に対してこうキュンとすることがなんか少なくなってきたなっていう。あ、なるほど。なくなってきました、やっぱり。そうですね、大人になるにつれて。昔はでもあったんですか、キュンみたいな。昔ありました、ありました。どういった？高校の時に付き合ってた彼氏なんですけど、雪が降った日に普通に登校して校門くぐったところにちっちゃい雪だるまが置いてあって、あ、なんか雪だるま誰か作ったんだなって思って通り過ぎようとしたら彼氏からメールが来て、雪だるまが帽子かぶってたんですよ。帽子取ってごらんってメールに書いてあって、うん、帽子取ったら頭のところに好きって彫られてて、え、もうやばくないですか？めちゃくちゃいいやん。もうキュンキュンキュンですよね。何それ。うわ、めちゃくちゃいいですね。僕もそのキュンみたいな感じのことしたことあるなぁ。何ですか？まあ、女の子に歌をプレゼントしたことあって、すごい。誕生日の日に誕生日おめでとうっていう気持ちを込めた歌をプレゼントして、はい、歌詞も渡したんですよ。歌詞のこの端のところを縦読みしたら、うん、誕生日おめでとうみたいな。わー、すごい。そう、すごい素敵。感じの、そうなんですよ。まあ振られたんですけど。付き合ってもない人にプレゼントしてその後振られたんですけど。どんな人がタイプなんですか？穏やかな感じの人ですね。うん、あんま飾らない。あ、そうです、そうです。逆にそのあんまやなみたいな人はいるんですか？見た目的には尖った靴とか派手な服装とかは苦手です。なんで嫌なんですか？見た目で自分をカバーしようとしてる感じがちょっと嫌です。あー、それで言ったらうちの靴全部まん丸です。先っぽ。そうなんですか？はい。どういった服装の人が好きなんですか？ユニクロとか着てる方が好きです。いや、僕あれですよ、パンツ全部ユニクロです。そうなんですか？パンツ全部ユニクロのオレンジのやつしか。オレンジのやつ、はい、オレンジのパンツのみです。7枚持ってスティーブ・ジョブズみたい。そうなんですよ。というか後で気づいたんですよ。その先やってて後で聞いたらスティーブ・ジョブズも同じことやってるぞみたいな。まあ、
真似したわけではない。真似したわけではない。どういうか、大体みんなそうなる、なっていくんじゃないかなと思って。そうなんです。好きな食べ物って何なんですか？湯葉とか。湯葉！湯葉。僕も湯葉です。あ、そうなんですか？めちゃめちゃうまいですよね。めちゃめちゃうまいですよね。何つけて食べるんですか？ポン酢。あ、めっちゃいい。何をつける？僕何もつけないです。あ、何もつけ、あ、なるほど。そう、何もつけない。最初何もつけない。なるほど。めっちゃ気合いますね。そうですね。なんかそうですよね。さっきからなんか聞いてたら恐縮です、ね。恐縮です。結構思ってたんですけど、はい、無理してる感じ一切なくないですか。あ、本当ですか。いい意味の余裕というか、てかその服装も飾ろうっていう気持ちあんまりないってことですね。でそれでこっちから見たら飾れてるんですよなんか。いやでもあくまで自然にどういう感じで選んでるんですか。こうしたろうみたいな。好きな服選んでこの感じになってるって、それ周りの人からしたら腹立ちますよ。なんかずるい感じがする。いやそれなんなんそれ。謙虚で言ってるってことですか。謙虚。いや本当にそうなんですよ。いやだから自然に謙虚ってことですもんね。確かにさっきなんか恐縮ですとか自然に言ってたもんな。もうでもそのままでいいですよ。キュンってする恋愛みたいなのは絶対訪れるんで。訪れる。あ、うん、まあ訪れるというか訪れさすというか。いやでもこんなに気合う湯葉とかシェフ三つ星フードトラック始めました。いやないって、そんな会うこと。いやこれほんまに珍しいことやから、ちょっとあれですか、僕とかどうですか。そのごめんなさい、付き合うみたいな、付き合うっていう意味で。いやいや、ちゃいます。すいません。なんでこんな気合うのに、なんで。あんまタイプじゃないってことですか。はい。うん、まあまあそれしゃあないよね。まあでも気が合うからといってその軽い感じじゃないって思ってよかったです。逆に振ってくれて、うん、逆に振ってくれてよかったです。なんかこの感じで鍋とか続いた中っていうのは言っていいですか。それ大丈夫ですか。はい、はい、まあまあ恐縮です。恐縮です、はい、恐縮でした。恐縮です。お土産、お土産、はい、何これ。え、トリュフ塩。めちゃくちゃ嬉しい。料理するって聞いてたので。こんなん買ってきてくれたんですよ。でも付き合うとかではないってことです。ずるいわそれ。ちょっとあんま良くないっすよ。いや、めちゃめちゃ嬉しいですね。